領域と前澤社長の件について一言だって別になんてことはないでしょ、大したこっちゃなくない。ひろゆきはもう完全に善意でパソコンをね施設に送りたかったんでしょ。でも俺の時も前澤さん言ってたけど、そのあんまり使い道を限定したくないんだって。とにかくお金を渡す、でその渡す人のジャンルだけ決めたいっていう感じだったから、俺は保護猫保護犬とか保護してる人に渡したいですっていう話にしたんで、うん、俺も別にそれでなんだろう、猫ちゃんとかワンちゃんのご飯買ってくれてもいいし、まあなんかあの生活に役立ててくれてもいいしっていう感じで出したから、まあブレてないんじゃない、前澤さん前澤さんで、うん、お金送りをしたいのが前澤さんって、パソコン送りたかったのがひろゆき、そこがちょっとねスタッフを介しているのもあって合わなかったんじゃない。まあ無理して一緒にやる必要もないしね、お互いやってくれたらそれでいい。田村正和さん亡くなりましたね。そうね、田村さん亡くなっちゃ残念だな。田村さんのドラマ全部見た俺、ほんと全部見た。パパはニュースキャスターとかも面白かったな。なんかな、あんなお芝居なかなかできる人いないからな、ああいうキャラクターで。うん、今の俳優さんであんなクールなかっこいいおじさま役できるってあんまりないよね、うん、すごいね、コメディもやるしって。